さて始まりましたマチチャンネル。さあ今回はですね、ひじ先生に再びおいでいただきまして、スタサップ時代の話をちょっと聞きたいなと思いまして、はい、スタサップ時代のって今もスタサップなんですけど、まあ立ち上げ修営予備校から抜けてスタートし、いろんな講師を引き抜いていくという状況だったと思うんですけど、ね、スタートはあの僕と数学の山内先生 でリクルート側にまあ出した条件じゃあれですけど、英語だけじゃ厳しいから、はい、やっぱ数学も一線級の先生を確保してほしいと、うんうん、それなら辞めるからって言ってて、それで僕が名指しさせていただいたのが山内先生だったんですね。そうだったんですね、じゃあ元ってじゃあ記事先生にオファーが来たってことですね。そうですね、二方向から偶然僕の方に来て。あ、そうだったんですね。一人がですね、大学の語学の授業の同級生で、はいはいはい、なるほど、その人の友達があのリクルートのそのスタディサプリをやる授業のところに所属してて、で周りにあの誰か予備校講師いないかっていうので、あ、そういえばひじくんこういう仕事やってなかったって言って連絡が来て、あともう一つあったのが、大学時代の個別指導の時の塾長さんが、はいはい、今あのコンサルティングファームの社長をやってらっしゃって、そことリクルートが強いパイプがあったんですよ、うんうん、でリクルートからこのマーケットを教えてもらいたいっていうので僕が一回って、でその時はリクルートっていうのを教えていただけなかったんですけど、うん、で後々そのクラスメートから来た話と照らし合わせると同じ話だよねって、そうだったんです、ね、でそれもあったあの当時の事業責任者なんか運命を感じていただいて、うんうん、ちょっと一緒にやりましょうっていうようなお声掛けをしていただいてたんですね。全教科揃えなきゃいけないわけじゃないですか。そうですね、それめちゃくちゃ大変ですよね。そうですね、ただ今ほど映像媒体がすごい多くはなかったんで、まだ当時の縛りの方が楽でしたね。あ、そうですね、他の予備校に所属してても出ても OK。 そうですね、そっちの予備校で映像さえ担当してなければいいだろうっていうようなジャッジで、で関先生と、関先生当時はあの修営で映像はやってたんですけど、それによる縛りが強いっていうわけではなかったんで。そうだったんですね、大丈夫でした、はい、あと北九州予備校も行ってらっしゃったんですか。あ、もう当時辞められてましたね。じゃあ修営で、じゃあまあその2つをやってる状況で関先生が来る。そうですね、他にもね、あの酒井先生とか、あの辺は可愛い塾やってると思うんですけど、酒井先生もやっぱかなり意見が共通して、はい、やっぱ数学の一線級の先生って誰だって言った話になった際に、僕もやっぱりたくさん見てきましたけど、で酒井先生まず数学がすごいお出来になるんですよ、はいはい、予習しないんで。そうですね、テキストだけなんかこんな持ってって、で即授業してっていう。僕可愛い塾横浜校と同じだったんで、手ぶらで、マジで何も持ってこないで来て、そのままやって。あんなあのチャランポランなんですよ。数学が抜群にできるんですよ。本当に、そこにあるテキストを持って、行くだけで、で、帰りも、それも置いて全部手ぶらで帰りますよね。それでいた生徒の満足度もかなり高いので、もう酒井先生しかいないだろうっていうようなところで、結構共通の意見ではありましたね。そうだったんですね。行ったんですか、酒井先生は僕からではなくて、僕が直接お会いしたのはやっぱり関先生、伊藤先生、村山先生でしたね。ああ、はいはいはい、じゃあ文系の方ですね。そうですね、酒井先生はそれこそ関先生とかからの あのネットで打診してると思うんですよ。どうでした、でも関先生に打診しに行くときめっちゃ緊張しませんか。当時から師弟関係的なあれで、周囲で仲良くはさせていただいてたんですが、僕のだから身の振り方の報告に行った際に、本当はですね、機密保持契約をリクルートかと結んでたんで、誰にもいなかったんですよ。でただまあ一応家族には行って、で家族以外に行ったのが唯一関先生だったんですね。そうだったんですね。あの仲良い講師陣全員に言えなかったんで、辞めていくっていうところで、みんなにいろいろ聞かれましたけど、契約上言えないっていうので、ただ関先生だけはまあ正直打ち明けて、ただその時もし可能だったらご一緒できたら的なあれはあったんですよね。はいはいはい、じゃあまあそこでは言いやすいは言いやすいですね。そうですね、機密保持のありますもんね、今僕も一人チャンネルに出てくれない人が、次の機密保持があるから出れないって言われてあるんで、そういうのはやっぱあるんだなって思って、かつやっぱあのリクルートっていうその資本力がある会社だったんで、まあやっぱ可能性は感じていただいて、であとやっぱ周りにそもそもリクルートの仕事をやるっていう時にすごい反対はされてたんですけど、結構唯一後押ししてくれたのが関先生だったんですよ。もういい経験になるからもうぜひやってみたらいいっていうように。で、外地さんはどんな感じで。伊藤先生とは若干の面識があるぐらいだったんですけど、関先生とご一緒してですね、でちょっとやっぱり日本一の予備校を作りたいんで、お力添え願いたいっていうようなところで、僕はもう日本史の講師ならば伊藤先生が日本一だと思うんで、はいはいはい、ぜひそれをもう証明していきましょうよっていう。僕は
通訳案内士の日本史でお世話になったんですけど、全部見ました、ね、さんで。あとあの世界史の村山先生とは全く面識なかったんですけど、はい、一応あの存在顔ぐらいは知っていただいたようで、はい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 、関先生から連絡先をお聞きして新宿駅の西口かどっかから、はいはい、なんかスタバが近くあるところでちょっとお会いしましょうっていうので、はい、あ君かみたいな形で、あそうだったんですね。でやっぱ同じく日本一の予備校を作りたいっていうので、うん、やっぱり世界史の日本一は僕は村山先生だと思うんで、あの、うん、ぜひご一緒できないかっていう、そうだったんですね。村山先生、まあ、高校派遣でね、ちょこちょこ一緒になるので、そのためにハローでやってみます。あ、そうだったんですね。あと、それこそ、あのね、もう今、大スターの、あの、岡本里奈先生、はいはいはい、あの先生も、僕が1年目の時の5年目の人だったんです。うんうんうん、で、あの、当時は、前者のそのポスターに、岡本先生の顔がバーって貼られてて、はいはいはい、で、当時からすごい人気だったんで、やっぱり古文はもう岡本先生がいいだろうっていうところでお願いして、はいはい、で、そこもジョインしていただけるようになって、うんうん、そうやってなんかこう、徐々に盤石の布陣というか、最強のメンツが揃っていくんですね。はいはい、当時とか、八木先生の前、マエストロって呼ばれてる。小芝先生。小芝先生も。小芝先生は多分伊藤先生からのネットワーク。ああ、なるほど、なるほど。そういう感じでこう広がっていくわけですね。どん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 。こうやって集めていって。でスタート受験サプリですもんね、当時は、受験サプリ、受験サプリがスタートするわけですね、何人ぐらいに、スタートはすごく少なかったですもんね。スタートはそれこそですね、5000円で一桁みたいな形でリクルートがやりたいって言って、はいはいはい、で僕からしてみるとやっぱり高すぎるっていうふうに言って、で全然これじゃ価格破壊にならないから絶対やめた方がいいっていうので、僕もいろいろ資料とか用意して、はいはい、リクルート側とこうディスカッションとかして、うん、ただやっぱりリクルートはそのマーケティングは自信があるからやらせてくれっていうようなところで、ただやっぱり蓋を開けてみると全然厳しかったっていうのと、うん、あとリクルート側が結局 2B って言って、会社対会社のノウハウはすごいんですけど、うん、2C って言って顧客とのビジネスがやっぱり全然前例がなくてノウハウがなかったんですね、うんはいはい、で僕はやっぱり予備校側でそれがあったんで、やっぱりその一人入塾することの大変さとかをもう伝えて、でそれでただ当時 Hulu が流行っていたこともあって、あ、はいはい、それが5000で全然うまくいかなかったこともバネに980円振り切ったんですね。なるほど、980円のすごいですよ、サブスクっていうのでドンと行くわけですもんね、当時は話題性ですごい知ってましたけど、エース国医者、そうですね、でただ講師とか科目は揃えなきゃっていう思いはあったんですけど、やっぱその講師では絶対妥協するのはやめようっていうのは強くリクルートが後に握らせていただいて、それぐらいも映像授業は難しいから、本当も一線級の中の一線級じゃないとダメですよっていうようなことがあって、それで今のメンバーになってるって感じですね。なるほど、こうでもいろいろ要曲折はあったんですか。ええ、まあそれこそね、森田先生なんかもう慣れっこなくらい受けてると思います。最初はやっぱり僕も誹謗中傷に慣れてなかったので。ああ、なるほど、はいはいはい。アンケートのね、ローデータとか見てね、もうまんましい文句が大量に届くんですよ。そうなんですか。最初もノイローゼになりそうですよね。俺が何をしたと。あなたに何をしたの？頑張ってそのね、教育業界、教育格差をなくそうという試みで授業をやってるだけなのに、うん、なぜにこんなに言葉の暴力を浴びなきゃいけないと。本当はひどいですよね。本当に授業をする人間に対してのもう誹謗中傷ってえげつないんですよ。もうお前やってみろっていう正論が通らないんですよ。そうそう、通らないですね。1年目はもう本当涙流したようなこともありました、本当その通りで。しかも他の教科一人とかの中でこう、関先生と並べられるわけじゃないですか。そうです、そうです。そう、僕だったらもう怖くて怖くて、まあね、関先生がすごすぎるんでね、はい、やっぱ当初はありましたよ、もう読解も関先生にしてもらいたい。ああはいはいはい、そうですね、文法でしたね。そうです、そうです。それであのリクルート側にいらしても、もう僕はこんなもんじゃないかと取り直しさせてくれって、取り直しさせてくれってやめるとか言って大変ですねそれ。やっぱ、確かにあのね、前の予備校でも関先生と裏で並ぶってのはみんな逃げてましたはいはい、そうですね。ただ僕実はそれで一回経験してるんですよ。あ、なるほど。みんな逃げて逃げて、何も知らず僕に回ってきた。あ、なるほど、なるほど。ベテラン同士がことごとく逃げるんですよ。もう、関先生の裏は嫌だと。なるほど。そういう状況があったわけです。ただ、その時もやっぱり苦しかったり大変ではあったんですけど、やっぱおかげですごい成長できたっていうのもあって、で、スタディサプリもやっぱり当初やってどうにもなるものでもなかったけど、やっぱりやることで成長できるだろうみたいな実感があったんで、やっぱり何とかやってこれたみたいなのもありましたよね。そして、コロナ禍ですごい学校にも採用され、そこでドンと、
ね、行きましたからね。やっぱ不安はね、すごかったと思うんですよ。周りも大丈夫なのか大丈夫なのかみたいな。みんなに反対されましたね。絶対やめといた方がいい。でもなんか今だったらその反対する人たちの気持ちもわからんでもなくて、はいはい、やっぱりどこかそのみんな人の可能性に嫉妬するんですよね。うん、そうですね。でもその可能性って別にみんなが持ってるわけじゃなくて、挑み続けてる人間にこそ生まれるじゃないですか。だからやっぱその挑み続けてる人間にやっぱ嫉妬しちゃうんですよね。はいはい。それでやっぱりいろいろ足を引っ張ったりなんなりっていうことなんでね、うん、この動画見てくださってる方はね、ぜひそっち側に回らないでね、自らチャレンジする側に回ってほしいなっていう思いがありますよね。そして、それで参考書がだってこんだけオファーが来て、ドーンっていくわけですからね。大きかったですよね。ただ実は僕、文学部に入るきっかけがもともと本書きたいっていう夢があったんで、はいはい、それが19歳の時に初めていただいた夢で、それが35歳で初めてオファーが来たんで、はいはいはい、その時は感動しましたよね。そうですよね。まあ、一冊目もちょっと恥ずかしながら出版社と揉めに揉めてしまったんで。なるほど。わかります。はい。私も、はい。いろんな出版社と揉め。まあ、出版社もね、まあ、予備校業界もそうですけど、だいぶ不思議な世界ですもんね。そうですね。僕は当時、だから初めての本で、自分の念願の夢が叶ったみたいなのもすごい嬉しくて気合い入れて書いてたんですけど、はい、表紙でいただいたのが、もうとてもじゃないけど、親に見せられる表紙じゃないよ。これ無理だっていうのが、はい、系の。そうですよね、当時は。ピンクのパートマンとか、はいはいはい。当時そういう学さんがバーッと出てった時代ですもんね。これはもう勘弁してほしいと言われる。書いててましたね。ああいう系のやつ。なんか真面目な絵に変わってきましたよね。そうですね。やっぱりすごいハイセンスなイラストなら僕も大歓迎なんですけど、はいはい、ちょっと勘弁してほしい。一時期それにすごいなりましたもんね、そして大ヒット本が出て、そうですね、読解のための英文法がちょうど2冊目だったんで、はいはい、2冊目はまあこれでダメだったらもう終わりかなみたいな感じだったんで、書いてる最中もなんかこれでいいのかなみたいな感じで、だからずっと完璧だと思って出した本ではなかったんですよね、その中で。ああ、そうなんですね。疑心暗鬼で、はいはいはい、でもまあその中でやっぱりやれる限りは尽くしたよなっていう思いはあって、まあ武田塾チャンネル、武田塾との相性が良かったっていう、そうですね、おかげですごい売れて、でまあ続編も出、まあソリューションだったりとか、そうですね、新たなシリーズも生まれていって、今やめっちゃあるじゃないですか、もう文法も読解も、そうですね、本当たくさん書かせていただいて、もう本当ありがとうございました。やっぱり挑戦したってことが大きいわけですよね。いや僕もあの森田先生のお姿も最近見てて、すごいのが本当挑戦の連続だった。ああ、そうですね。本当にそうだと思います。常にいろんなことが あるので、まあ飽きないといえば飽きないです。でもなんかね、僕らの世代ってそうやらないとこう生きていけないような世代だったんで、ね、本当にそうです。自分でやらなきゃっていうことでしたもんね。だからね、同世代の方もそれより下の世代の方もね、僕もまだまだ挑戦していくんでね、挑戦してくださいっていうことは言えますよね。ぜひ挑戦していただければと思いますので、いやそうですね、スタサップの一歩踏み出さなければそれなかったですからね。ただ僕自身は予備校講師ならお勧めしませんので、本当に大変です。上に上がるのはめちゃめちゃ大変です、ね、はい、ということでございました。ジン先生の方にもね、コラボ動画そちらも見ていただければと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。テキポッチン。